アリ・ジャガーは、イスラエルの女優。零零七ロシアより愛を込めて、でのマルティーヌ・ベズウィックとのキャットファイトシーンで知られる。1960年、イスラエルを代表して、ミス・ユニバース1960に出場。名前のカタカナ表記は、週刊、産経の報道に従う。ユダヤ系ドイツ人の両親は、アドルフ・ヒトラー政権下のドイツから、イギリスイニ民党治療パレスチナに脱出。 1940年4月1日、ラマトガンに生まれる。出生名アライゼ・ガークロス。1956年、10回にエキストラ出演。1960年、ハイハ大学在学中にミス・ハイフに選ばれる。在学中、学費の足しにするため、自らデザインしたドレスを制作する。1960年、ミス・イスラエル優勝。 ミスユニバース1 9 6 2出場、トップ15に残る。その後、モデルとして活動。20代でアメリカに移り、カリフォルニアに定住。そこで映画とテレビのキャリアを開始。両親はオハイオ州クリーブランドに定住し、70年代半ばに死去。007ロシアより愛を込めての中で、マルティーヌ・ベズウィックと演じたキャットファイトは、 ツーボールプチュアスビクセンズイニエー、クロイング、ストラングリング、数度柔道バトルオブウィルズ保守するままに爪を立て、締め付け、柔道まがいの戦いをする2匹の官能的な、メギツネと評され、60年代フィルムのキャットファイトで、最も偉大なものの一つとされる。その他、イスラエル国債の購入を募集するアメリカの団体を、支援する。特に断らない限りを出展とする。 1964年10月10日、ハリウッドのシダース・オブ・レバノン・ホスピタル理事長、セイモア・シュールマンと結婚。1977年3月、離婚。1978年5月8日、映画プロデューサーのシェルドン・シュラガーと再婚。あとに離婚。ありがとうございます。